はい、ガッチャンです。おなじみですね。撮影してる間のみんないつも同じ服を着てるので、まあメイクも一緒だし髪型も一緒なので、まとめて撮ってるとバレバレっていうのは知ってますが、昨日から実現可能な私の夢3つをお話してます。1日目は、実は政治家になってみたい、政治家になって自分の思っていること、お金のない世界についてで、戦争をなくすということはどういうことか、そして曽木原、そう、すべての人が平等で生きれる未来を作っていくにはどうしたらいいかということをお話した上で、どれだけの方に賛同を得れるかっていうチャレンジをしてみたいっていう、だから政治家になってみたいんです、とりあえず市議会議員選挙に出たいということを1回目でお話ししました。2回目の今日はまたちょっと飛んでます。私はですね、スキーとスノボーのインストラクターになりたいです。まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、去年も一昨年も私は長岡のガラ湯川スキー場でリフト係って感じで働いていました。まあ、リフト係といっても休みの日はスキー、スノボーやり放題なんですけども、まあ、私ね、今年初めて、人生で初めてスノーボードをやってみました。まあ、やってみて思ったんですけど、多分ね、スキーをやったことなくていきなりスノボーで始めた人は本当に苦労してスノボーを滑れるようになったんじゃないかなって思います。私はある程度スキーが滑れるので、雪の上を滑る感覚はそんなに怖くないんですよ。ただね、まあスキーは縦の動きだし、スノボーは横の動きなわけですよ。はい。なので、全然方向が逆なので、まあ、戸惑いはあったんですけども、まあ、比較的に早く、上達したんじゃないかなと思ってます。まあ、そんな中でね、私ね、やっぱり、ウィンタースポーツ好きなんですよ。はい。なんかね、突き詰めたいっていう気持ちがあるんですけども、まあ、技能選手権なんとかで、何位とかっていう、っていうのはあんまり興味ないんですが、まあ、せめてね、人に、いや、私インストラクターの資格持ってるんだって言えるぐらいのところまで行きたいと思って、まあ、ぜひ、私はね、スキーもスノーボーも、まあ、インストラクターの資格を取りたいっていうのが、私の今後の夢の一つなんですよね。はい。まあ、突拍子もないこと言い始めたなっていう方もいるかもしれませんが、まあ、好きなことに夢中になれるっていうのはいいじゃないですか。はい。まあ、そんなわけで、第2回目の私は、2回目はですね、私はスキー、スノーボーのインストラクターになりたいんです。はい。とは言っても、この話だけでは、まだ2分、3分でね、今日の動画は短いなって怒られちゃいそうなんで、じゃあ、まあ、スキー、スノーボーの魅力をちょっとお話ししていきたいと思います。ぜひね、スキーしかやったことない、スノーボーしかやったことないっていう方に、聞いていただければいいなと思ってます。まずね、スキーの魅力は、なんてたって、スピード感だと思います。はい。まあ、スピード感っていうかね、スキーはやっぱスノボーよりスピード出るんですよ。はい。あとね、スピードコントロールがスノボーより、まあ、簡単なんじゃないかな。とはいえね、なんだろうね、リズム、スキーはね、スノボーよりリズムが楽しいっていうかな。はい。リズムに乗って、シュン、シュン、シュッ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 でもいいんですけども、やっぱリズム感よく、山の中のいろんな斜面に対してリズム感よく自分のリズムを刻めるっていうのが、まあ、スキーの一番の魅力じゃないかなと思うんです。ほんでね、まあ、もちろんスノボーもリズム感は一緒なんですけど、でもね、スノボーは私滑ってと思うんだけど、やっぱスノボーって、雪の中を切り裂くように滑っていくっていうのが、なんて言うんだろう、スキーよりもね、雪の中を滑ってる感を感じるんですよね。はい。そのね、リズムっていうよりも、雪の中を板一枚で切り裂いていくっていうようなリズムより、道を作っていくっていうのは好きな方がなんかはっきりしてるような気がするんだけど、道を切り裂いていくみたいな感じの面白さなんですよね。なんて言うんだろう、抽象的すぎて分かんないって言われちゃいそうですけども、
まあ、正直言います。スキーよりスノボーの方が危ない。はい。はっきり言います。スキーよりスノボーの方が危ない。で、まあ、小さい子にスノボーさせている方、お子さん、お父さん、お母さんもいっぱいいるんですけども、まあ、私はどうかなと思いますよ。スキーはね、スキーは均等に体を動かすんですけど、スノボーは上下運動ですが、前が、どっちかが、左しか前、足が、前なわけですよ。やっぱね、体に当たる負担が多くて、ある程度、体がしっかりしない子供にスノボをさせるのは、まあ、その後なんか悪い影響が出るような気がするっていうのが正直なところです。なので、私はね、小さいうちはスキーをやらせて、本人たちがスノボをやりたいってなったらスノボをやらせてあげればいいなと思うんですけども、まあ、なんせね、スノボは、後ろが見えないので、衝突事故も多いんです。はい、大事故になる機会もあります。なので、スノボをされる方、もちろんスキーを染める方もそうなんですが、暑いと言わずに、かっこ悪いとは言わずに、可能な限り、頭を守る、背中も体を守るような、プロテクターをつけて、滑ってください。やっぱね、スキー場に働いてると、悲しい事故の話なんて、もう結構聞きます。まあ、楽しみに行って、一回も滑らないうちに怪我しちゃったなんていう人も結構いますので、スキー、スノボを楽しむって方は、ぜひプロテクター、ゴーグル、いろんな格好だけじゃないです。命あってこそなんで、楽しく、滑って、素敵な、ウィンターシーズンの遊びを覚えてください。まあ、そんな中でですね、そういった楽しい遊び方、スキーの本当の魅力なんかを、スキー場で、伝えられるような、インストラクターになりたいなっていうのが、私の、二つ目の夢です。はい。なので、今日はここで終わりにしますが、三つ目の夢。はい、三つ目の夢。一つ目の夢は、政治家になりてんだ。二つ目の夢は、スキー、スノボのインストラクターになりてんだ。じゃあ、三つ目の夢は何かっていうと、そう、私はですね、実は、旅行に行きたいです。ありきたり？ありきたりですよね。ありきたりなんですが、旅行に行きたいと思ってます。私はね、NGO で働く形でネパールで働いたりとか、日本料理屋さんを引き継ぐってことで、ベトナムじゃなくて、シェムリアップだからカンボジアで働いたりとかいう経験があるんですが、もっとね、世界中の多くのものを見て、多くのものを感じて、それを皆さんに発信するっていう風なお仕事をしたいなと思ってます。ですので、私は本当、そんなお話、その思いについて3回目でお話したいと思います。そんなわけで、2回目の夢は、私はスキー、スノボーのインストラクターになりたいという思いを皆さんに、お話して終わりにしたいと思います。ガッチャンでした。またね。